ございます、あやこです。今日はオーバーイーの撮影なんですけど、オーバーイーの撮影の日どんな過ごししてる方してるのかっていうのをお見せしたいと思います。とりあえず水をいつも朝飲みます。これがすごく最近ちょっと健康で言ったやつなんだけど、水素水とか酸素水とか作ってくれるシステムなんですけど、胃と健康に力を入れようと思って、まず水から。水は常温かホットか。撮影の日はあんまりお腹いっぱいパンパンにせずに行くので、だいたいヨーグルトとフルーツとアーモンド。バナナはカリウム多く含まれてるから、なんかデトックス効果があるので、なるべくこう私はすごいむくみやすいから、むくみを取るために朝食べるようにしてます。バナナ半分食べれる？うん。ヨーグルトも冷たいのよりかちょっと常温にしといた方がいいらしい。加熱処理してない生蜂蜜をちょっとだけ入れます。これめっちゃ美味しいんだよ。撮影の時には一応お昼もある出るんですけど、タイミングはやっぱつかめないので、お腹に何も入れないってなると結構きついから、ちょっとだけ入れていつも行きます。あと最後の新垣でバナナのカリウムと、あとルイボスティーのデトックス効果を使います。これがね、うん、ぜひ。これがもうない。これめっちゃおすすめ。商品ページとインスタグラムと広告です。うんうん、私はここから、うん、うんうん、ということで今日のスタジオに到着しました。撮影一日頑張ります。やばー、明太子さん、奥さんに直してもらいましょう。今日パソコンないです。今日持ってきました。この前この前ずっとこっちでカチカチ練習終わんないから、待ってる、もらってる間に、そうそう、戻ってきたらカタカタカタすいません、お仕事中の皆さんみたいな、好きなままでやる。これはちょっとクッションの上に置いといてもいい。あったかい。ちょっとシュッシュします。お願いします。これってこうやってミストしながら化浄すれた方が浸透する。あ、そうですね。でも、うん、後からまたもう一回化浄水やります。なるほど。だから毎回ここで勉強する感じです。っていう人がいて、それ毎朝、うん、朝ごはんみんな決まってる人いるじゃないですか。はいはい。それで毎朝食べてたんだから、それこそそのフルーツ大好きで食べてたみたいな人と一緒で。ヒントしてください。なんか最近ヒンスが好きで、うん、ヒンスばっかり使っちゃう。ヒンスって韓国ですか？韓国ですね。シャネルとほぼ変わらんって言うもんね。あ、そうなんですね、はい、しなやかなみたいな、女性らしいみたいな感じで行くのか。3人ぐらいの昔は思った。ありがとうございます。お着替えですね。後ほど仕上げます。はい、ありがとうございます。リクルートシャツすぎないシャツ。
いません後ろから。私が足が意外にちっちゃいので。意外にちっちゃい、いいですね。そうですよ、意外にちっちゃいので。意外にちっちゃいんですよね、身長も。はい、全部身長そんな普通ぐらい、平均ぐらい。身長1センチ伸びてて、この前。お、すごい。お願いします。目を引いたら。158。すごいな、33にして身長が伸びるっていう。すごい、めっちゃ朝、早く行ったから。今日は1、2、3、4、5、6です。今何カット目ですか？次が2カット目。はい。これが。これ中にさ、うん、あのもうこれについてるインナーはラジ、うん、別でついてる。チューリップみたいじゃない？ここの感じがさ。うんうんうん。可愛いスカラップで。うん、大人っぽい。大人っぽい、ね、大人ですけどね。私なんですけどね。33歳です。笑顔っぽいのがいいと思います。はい、得意なやつです。得意なやつです。お願いします。お願いします。
ということで、オーバーイーの撮影が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構現場はバタバタ、終始バタバタしてますけど、皆さんのコンビネーションバッチグーで、こう楽しく笑顔が絶えない現場でいつも撮影させていただいてます。されてる。楽しかったです。ということで、また春コーデぜひですね、オーバーイーさんの皆さん来てみてください。概要欄に URL 貼ってますので、ぜひチェックしてみてくださいね。撮影データも。ということで、ありがとうございました。あやこでした。